高級食パンがあるということで、今日は旭川に行ってきました。始まるよ。はい、ということで、旭川市にやってまいりました。さあ、高級食パンを目当てにね、今日はね、旭川まで来たんですけれども、旭川ばかりじゃなくてですね、全国にあるですね、このお店、野上の離れっていうお店なんですけれども、ここはですね、高級食パンが売っている食パン屋さんでございます。札幌、あと旭川、あと帯広とかにも あるみたいでございまして、ではですね、早速買っていきたいと思います。コミファンユキ YouTube チャンネル。はい、こちらが高級生食パン専門店ですね、長山販売店でございます。さあ、買ってきてみました。はい、見て、こんな紙袋に入ってる食パンありますか？びっくり。野上高級生食パン、いやー、すげーテンション上がる。いやー、このお召し上がり方もね、書いてるわけですよ。素晴らしい。で、どうやらですね、小麦粉はカナダ産の小麦粉を使ってるらしくて、で、2丁のやつはですね、164円税込みです。はい、ということで、これね、日にち経っても硬くなりづらい食パンらしいので、早速ね、これ打ち返って食べていきたいなと思います。さあ、ということで帰ってきました。生の食パン、ですね、美味しくお召し上がりいただくためにということで、こちらのね、野上の食パンはですね、1日置くことに味が落ち着き、本来の甘みや風味が引き立つらしくて、より美味しくお召し上がりいただけますということで、早速ね、食べていきたいと思います。約ね、2センチぐらいのね、間隔で切って食べればいいと。最初はなんかね、ちぎって食べてくださいって書いてますね。もうちょっと切っちゃったんですけれども、じゃあちょっとね、切っちゃったけどちぎって食べてみます。いただきます。なにこれ、まーい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 、なにこのもっちりとした感じ。わー、めっちゃうま。口に入れた瞬間のね、ふわっとした感じで、もっちりしてるんだよね。で、焼かずに美味しく食べていただけるようにっていうことで、ね、工夫されてね、作ってるっていうのも書いてますね。やばい、これはね、食べられない。めちゃめちゃ美味しいから、みんなぜひ買ってみてください。野上のですね、ホームページ下に貼っておきます。で、全国にも、ね、この野上のパン買えるらしいので、ぜひね、もしかしたらお近くにある方もいると思いますので、よかったらぜひチェックしてみてください。ほんとおすすめです。めちゃめちゃ美味しいです。よかったらぜひチェックしてみてください。こちらの動画がよかったらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録し